山本周五郎を咲く「国変歴」その第65回七の1この頃若旦那の様子が変じゃございませんか?」とおこうが言った「ご心臓さんはそうお思いになりませんか?」そうねとお日はあっさり答えた「変だなんてこともないでしょう」それは 箱根から帰って五六中夜が酒を飲み出した頃のことだそれ以来彼が日のたつにつれて口をきかなくなり半四郎が訪ねてきた時も彼はほとんど黙ったままで半四郎だけが話して帰った「この頃ちっとも口をお聞きになりませんね」。その時もおこうから先に言い出した どううしししててあんんなに黙っっばかりいらっしゃるんでしょう何かお気に入らないことでもあるんでしょうかそんなことはないでしょうお今日は今度も人とごとのように答えた誰にでも機嫌の悪い時があるものよそれから少し間を置いて付け加えた昔から時々あんなふうになることがあったそうでしょうかね とおこうはやや不服そうな口ぶりで言った。私にはそんな覚えはないようですけれど。おこうは昼夜に父をやって育てた。昼夜が三歳の時糸間をもらい、十六年のち彼が中藤家を出てからまた頼まれて世話をするようになった。 従って16年という空白期間にあったことは知るすべもないが新国町で一緒に暮らすようになり朝晩の生活を直に見てきたところでは昼夜のそんな様子に気づいたことは一度もなかっただがお経は妻であるしお甲が離れていた期間の彼を知っている昼夜がそんな様子を見せる癖もその期間にあったのかもしれないと おこうは思った「大阪へ行く」と言い出したのは二度目に半四郎が来た時のことであった「芝居も浄瑠璃も上方で生まれ上方で育てられたものだ江戸は出店見たようなものだから本場へ行って昼夜節の価値を試し学ぶことがあったら学んでくるそういう意味のことを枯れ枝でも折るような ポポキポキした口ぶりで簡単にというよりはむしろ無愛想に語った半四郎はそれに反対し自分の意見を述べた「関東と上方では水が合わない人間の気質も生活の仕方も違いすぎる」「また芝居や浄瑠璃も発生は上方であろうが今では江戸が本場という形になっている」「従ってがって 今さら大阪へ行く意味はないだろうということをかなり強い口ぶりで主張したそれに対して中夜は口をつぐみ半四郎の意見を否定もしないし肯定した様子もなく何の感情も表さない顔つきでしまいまで黙って聞いていたおうは半四郎が帰るとすぐにお京を脇へ呼び「本当ならどうなさる?」とせき込んで聞いた なぜそんなことを聞かれるのかといったようなおっとりとした目でお経はばあやの顔を見返した「大阪へいらっしゃるって言うんですよ」とおうはじれったそうに言った「もし本当ならどうにかしなければならないでしょう」だってどうしたらいいのお経の顔は平静通り落ち着いていた「男のすることに 女が口を出すものじゃないでしょうそれに道楽とか油産をしに行くのではなく仕事のためだと言ってたようじゃないのそれをよしてくださいなんて言えると思っておうは目を見張った現実には見張ったのではないお経が自分の知っているお経ではなく初めて見る人のように感じられるのに驚いたというふうな目つきであった。 あなたがそう思っていらっしゃるんなら私に言うことはありませんけれどねおうは未練がましい調子で言った今度の芝居が駄目になってから急にお酒を飲み出したりろくろく口も利かなくなったり前の若旦那とはすっかり人が変わったようなので何か間違いがなければいいがと私にはそれが心配でしようがないんですよ男は 変わっていくものよお経はなだめるように微笑しながら言った「あんたはまだばあやさんの目で見ているから変わっていくのが心配になるんでしょう女と違って男は世間と戦わなければならないしそれにはいつまでも同じ自分でいるわけにはいかないでしょもしもうちの人がいつも同じうちの人だったらその方がかえって頼りないと思うわ」。 お香はそれとわからないくらいわずかにそっと頭を振ったお経の言うことは正しいそれはその通りであろうが昼夜の変わり方にはそうでないものが感じられる男がさらに男らしく成長するのならその変化はもちろん喜ばなければならないだがそうではないのだ同じ変わりようでもまっすぐにではなく 歪んだりりり崩れたりするような変わり方。前へ行く道ではなくてどこかよそへそれた道へ向かっているという感じがするのであるだがお香はそれを口に出しては言えなかったまだ乳母の目で重夜を見ているというお経の言葉に口を塞がれたような気がしたからであった「大阪へ行くつもりだ」と重夜が言い出した時お経は そうでですか、と頷いただけであった。だけあっ何のためにともいつ帰るつもりかとも聞かずちょっと出かけてくるとでも言われたかのように持ってゆく衣類や旅自宅の相談を始めたおうは金の都合を頼まれたのでそれを塩に思い切って問いかけたが柔也は答えなかった「俺のことなら大丈夫だ心配するな」と言っただけで。 あとはどうせがんでも口をきかかなかった。ではもう一つだけ伺わせてくださいおこうはとがめるような声で言った小心蔵さんは来月が海月だということをお忘れではないでしょうね俺がいなくては産めないかそんなことは申しませんご承知かどうかを伺いたいんですお前何が心配なんだ 昼夜はいぶかしげなめでおこうを見た生まれる時が来れば子は生まれるお前だって初めてお産に立ち会うわけではないだろうし俺には俺の仕事があるんだそれでも何か心配なことがあるなら言ってくれ何だおうにはそれ以上何も言うことはなかったし中也も追及はしなかった支度ができるとすぐに中也は大阪へ旅立った 行く時は知らせてくれと半四郎に念を押されていたが知らせもしないしどこへも寄らなかった門口で振り返りもせずにあっさりと出て行ってしまったこれは別れではない仕事のために出かけるだけだこれまで半四郎を訪ねて帰ったり中村座へ行って帰ったりしたように大阪へ行ってまた帰ってくるだけだただし今度帰る時は 昼夜節をものにしてからだ」と彼は思った「七月に入ったばかりで季節は秋になったわけであるが残暑というのだろう日差しは真夏より厳しいくらいであり梅雨が明けてからずっと晴天続きのため全てが乾ききったようで初めから旅には条件が悪かった昼夜は休まずに歩いた何やら自分を痛めつけ 苦しい目に合わせようとでもするように、鉄鋼にもキャハンにも汗が染み出し、両掛けを肩にした着物の背中も絞るように濡れてしまったが、品川の大木戸を過ぎて御殿山までは一度も休まなかった。御殿山へは二度か三度行ったことがある。一度は花見、他の一度は品川へ潮干狩りに行ったときであった。 しかし彼が今そこへ行ってみるとちょうど最例で町じゅうが馬鹿げて騒々しく茶店に入る余地もないためそのまま通り過ぎて大森へ向かった品川宿を抜けてしばらく右側に大きな寺の黒い柵と黒門のあるところへ来た時後ろから声をかけられた振り返ってみると旅自宅をした三重絡みの男で。 笠を脱いで右手に持ち人懐っこい笑い顔でひょいと挨拶をしたもちろん全く見覚えのない顔であった山本周五郎作「国雲歴」その第65回「七の一」途中まで2021年4月16日。